原油流出後の海岸石油流出、または油流出は、液体の石油系炭化水素が人為的に自然環境に流出することを言い、しばしば海への流出を指す。液体の石油系炭化水素とは、石油、ガソリン、軽油といった生成された石油製品のほか、副産物、白用燃料油、廃油、廃油混合油など様々なものを含む、 流出した石油を除去するには数ヶ月、ないし数年を要する。流出した石油は海洋環境に悪影響を及ぼす。石油による人為的な汚染のほとんどは人間の陸上での活動によるものであるが世間の関心や規制が最も向けられるのは石油タンカーに対してである。原油流出により汚染されたアラナミキンクロ生物への影響には 物理的なものと、化学的なものとがあり、前者の例としては、窒息、後者の例としては有毒成分による作用が挙げられる。有毒成分は気化することが多く、致死的な濃度の有毒成分による被害よりも、低濃度の有毒成分が累積することによって、影響をこむることの方が多い。石油が鳥の羽に付着すると、羽が持つ保温能力が低下し、 気温の変化に適応したり水中で浮力を得ることが困難となる。さらに、捕食したり捕食者から逃れる能力が奪われる。石油で汚染された鳥が毛づくろいをしようとすると、羽毛を覆う油を摂取してしまうこととなり、そのことにより、腎臓や肝臓の機能が損なわれ、消化器に炎症を引き起こす。これら臓器へのダメージと捕食能力の低下により、 鳥は脱水と代謝不均衡に陥る。ホルモンバランスの異常に見舞われることもある。流出した石油に汚染された鳥のほとんどは、人間が汚染を除去したり治療を施したりしない限り、死んでしまう。海洋哺乳類は、海鳥と同様の影響を被る。ラッコや、気脚類の体毛が石油で覆われると保温能力が、損なわれて体温が安定しなくなり、低体温症に陥る。 水面が石油で覆われることで水中に降り注ぐ日光の量が減少し海洋植物や植物プランクトンの光合成量が減少するこのように動植物の活動量が共に減少することで食物連鎖に悪影響が及ぶことになる沿岸部が降落地である場合比較的短期間ではあるが降落活動に悪影響を及ぼす 取水口から石油を取り込むことで工場などの施設の創業に支障をきたすこともある。水産物の味や匂いに影響が出て食べられなくなることもあり、さらに実際に影響が出ていない場合でも風評被害が発生することもある。エクソンバルディーズ号原油流出事故での除去作業の様子2009年に発生したモンタラ原油流出事故の航空写真百七十八年。 ブルターニュ半島沖で座礁したアモコカビス号、流出した石油はしばしば分解されることなく拡散し、推定に沈殿する。石油の流出による影響から環境を回復させることは困難であり、その製品は流出した石油の種類、水温、石油が漂着した機種の形態など、様々な要因に左右される。除去の手段には以下のようなものがある。エッシュマップは、 沿岸部の脆弱性を評価し、地図化したもので、石油の漂着防止や除去について、優先順位を設定するために用いられる。石油流出に迅速に対応することで、影響を最小限にとどめ、あるいは完全に防止することができる。エッシュマップは、基本的に、沿岸部の形態情報、生物資源情報及び社会施設情報の3つの要素によって成り立つ。 アメリカ合衆国では国立海洋大気庁が絵師マップを作成している。流出した原油の層の濃さを観察すれば被害状況は容易に判断することができる。原油が流出した面積がわかれば流出した原油の総合的な体積がわかる。蒸気の原油流出時のグラフは緊急時の短期間での判断が必要とされるときに使われる。 しかし強風等の観測では、蒸気のグラフでは不正確になることがあるため注意を要する。また、国際原油流出観測機構が設立されている。ありがとうございます。